私にら、はい、こんにちは、久しぶりな、みんな久しぶり、えだたんとテンパケロチメディアンもうモニカとエンツお店で疲れちゃってずっとやってなかったけど、今日は久しぶりにやります。で寒くなったから、うんうん、ブロード作ろうよ。ブロード、ブロードって何、うん、エンツ、ブロードはね、ブロードは、うん、まあ、日本語で言ったらスープかな、だしじゃない？じゃあ今日は、今日は温かいブロードディポッロ、ブロードディポッロ、温かいスープみたいなパスタ作っていきます。はい、じゃあカムチアも今言ったっけ、もう忘れちゃったねそのだし作るは必ず見るは玉ねぎ、うん、セロリ、人参、とあとハーブ、イタリアンパセリとバシリコですね、うん、これがとにかくブロードっていう、まあ、だしを取るのに絶対にいつも使うもの、野菜のだし、うん、そのだしの中に入れるは鶏肉、言ったけど、鶏のひき肉、これ鶏だけだね、これは鶏のもも、ももひき肉ですね、卵、コーナーチーズ、パルミジャーノチーズ、パン粉か硬いパン、古くなったパンね、でまあ最後はこれは、まあ、何で食べたいかだね、まあ、麦とかよく使う、例えばスパゲッティでね、スパゲッティ細かくして、本当に全部細かくして、とにかくスプーンで食べるものだから、だからパスタは長いのじゃなくて、ちっちゃいやつ、できるだけちっちゃいやつ、これさっきね見つけたけど、これ昔で子供の時よく食べてたでしょ、これ同じ聞く名前もオルゾ、麦のことですね、なんでか麦の形してる、ちょっと米っぽいか麦か、麦の形してるんだけども完全にまあちっちゃいこういうパスタなんだよね、これ面白いね、今日これで食べてみる、おー、美味しい、だから作り方としては別に煮込む時間が違うぐらいかな、そうですね、これ15分、これもう本当に7分8分ぐらいですから、それだけの違いだから、今日は私たちはこっちで、手が邪魔なんだよ今日はこっちで作ってみます、好きな方でやってみてね、じゃあね、まずは野菜から、あのだしは別に量は、いつもね多い目に作ってて、余ったらまた次に使いますからね、3リットルあるよこれ、そう、ないないと思う、2リットル、2.5 まあこんなもんだな、まあ、とりあえずブロードはもうなんか量って逆に難しくない、ブロードね、言えないでしょ、上がったことないでしょないない適当に入れるでしょ、そうそう、ブロード余ったら何に使う、まあ、そのまま飲んでも美味しいもんね、塩入れてね、だからあんま量気にせず、まあ、ちょっと作ってみたらいいと思う、じゃあ玉ねぎは、このぐらい、半分ぐらい、半分もない、半分よりちょっと小さいぐらい、小さいぐらいね、でこれをまずみじん切り、みじん切り、ちっちゃくね、でもこのさ野菜のこの3つね、玉ねぎと人参とセロリ入るけど、この3つのバランスが意外と大事で、私1回結構失敗したことあって、家で作った時に多分人参か玉ねぎが甘かったのよ、ほんで時期的に甘い人参か甘い玉ねぎだって、それ入れすぎてブロードがすごい甘くなっちゃって、もう大体ね、それは人参ですね、あ、人参なんだ、ニンジンがいっぱい入れすぎるわ、そう、甘くなっちゃうね、そうなっちゃうね、そう、だからちょっとそこのバランスもみんな気をつけてもらって、セロリもまあこんなもんだな、セロリのところ皮取ってみじん切り全部していきます、このぐらい
いな、うん、半分もないね、半分もない、こっちの方が太いから、うん、ちょっと皮だけむいた方が普通に剥かなくてもいいけど、うん、もうね、家でやるとき皮剥かないね、うん、はい、じゃあ人参もみじん切り入れます。本当に適当に、まあ、バジルとイタリアンパセリを適当な量だね、うん、で、オリーブオイルね、うん、オリーブオイルもちょっと入れる、ちょっとだけ、うん、あの鶏肉はももだから、うん、鶏の油があるから、うん、まあ、とりあえず火つけましょうね、うん、でね、うん、さっきよくもう何ヶ月前から見つけたけど、うん、だしの乾燥してるやつ、うん、すごいあのいいよ、うん、変なもの入ってない、うん、あの例えばね、時間ないときに、そうそう、これの代わりに、うん、これ使ったら、うん、あの、大体同じ味になるでしょ、うんうん、これも写真で見たらね、うん、分かったって、このいい家を紹介そんな長くいいよ、うん、好きなのね、これ、うん、好きよ、ちょっと見せないと分からないでしょもうこれね、これ、まあ、また概要欄にも載せとくけど、演奏おすすめのブロードの粉、はい、終わり、okay. よかったね、紹介できて、おいしい、これ分かったって、時間ないですよ、いや、yeah. OK、 1時間ぐらいね、うん、いつもやったらこうやってね、そうそう、うん、まあ、蓋しちゃう、完全にしちゃうと吹きこぼれちゃうからね、そうそうそう、うん、で、これでとりあえず最初高くで、うん、今ポコ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 言ってるから、うん、ね、火弱くしましょう、このぐらいでいいかな、ね、ゆっくりポーコポーコ、ね、ポーコ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 してる感じ違うよ、ポーコポーコポコポコ、わかる、ポコポコ、うん、ポコ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 、これポコポコ、そうそう、うん、早く蓋しない、はい、ちっちゃい火で1時間、はい、1時間ちょっと経って来ました、こんな感じね、どうなったらできてる感じ、ね、一番わかりやすいあの、うん、人参、うん、ね、うん、人参がちゃんと柔らかくなってるから、柔らかくね、まあでもこの大きさはね、うん、細かくしたから1時間で、うん、であと玉ねぎがジャリジャリしないように、うんうん、それでできてる、でまあ、大体どれぐらい小さく切っても1時間とかぐらいは煮込んだ方がいいね、そのだしが野菜から出るからね、30分は全然足らないですね、最低1時間ぐらい目処で、まあ、野菜が柔らかくなってこうやって全体的にちょっとこう色がついてる感じになったら、まあできてるかなって感じ、はい、そしたらブロードができました、だしができました、でここにちょっととりあえず味つけましょうね、あ、そう、うん、はい、ちょっとね、でね、ちょっと量多いかもしれないから、うん、4人分で、うん、あの一番いいは、うん、移す、あとで必要だったら足しますね、うん、こんなちっちゃいねミートボール作るんですよ、うん、このミンチでね、うん、あの卵、まあ一個ね、このミンチだったらちっと1個多すぎるから柔らかくなるから、うん、そしたら黄色だけ使う黄色だけ ね、 ね、黄色だけ使う、うん、ね、じゃあね、粉チーズ、パメジャーノチーズ、パメジャーノチーズで、ね、こうしよう、しよう、でもうパン粉か、うん、またあの一番いいは、うん、あの古いパン、ないない、みんなない、ないない、じゃあパン粉古くなったパンはあの食パンとかじゃダメだから、あの硬いパン、フランスパンとかが古くなって硬くなったやつだったらちょっと水に戻して浸してちょっと柔らかくして入れても OK、うん、まあパン粉でいいです、全然、ね、でこれ、うん、ね、こうやってね、これで終わり、終わり、でちょっと手洗います、で手で丸めるは別にそんな必要ないから、うん、一番いいやり方は、うん、スプーンちょっと濡らして、うん、ね、こうしてこのまま、おー、うん、
ホタテ丼。うん。聞いてやらないでって言ってるの。優しくそう。ね、これで全部入れていくだけね。そうですね。はい。はい、全部入れてください。おーい！もう、うるさいよ、それ、本当に。本当に。なんでそれを言うんでしょう？ふただけ取った。違うですよ。で、入れたら？入れたらもう、この大きさだったらね、うんうん、もう本当に5分ぐらいで OK、うん、できてるから。火の大きさは？ね、火の大きさは3つ。3つじゃない、それこの家だけの話でしょ。さっき大きくしてなかった？してんの？してたよ。ああ、ちょっと言うと。ほら見ろ。冷たい、肉冷たいから。でしょ？ちょっとね。それを動画で言うんだよ、エンツを。わかる？でも誰でも分かるでしょ。分かんないの。分かんない。分かんないと思うよ。だから入れる時だけちょっとだけね、一回大きくして入れて、うん、でまあまたねちょっと下げればいいから。Okay. Okay. でここの中に、うん、ここで塩の調整していい感じにしてもらって、うん、で。で、パスタ、うん、ね。パスタね。じゃあ今日はさっき言ってたの、うん、このオルゾ、ね、うん、こういうスープ料理だったらね、うん、普通は例えばなんていうの、トマトソースのパスタだったら大体普通の人は100グラム。普通の人、普通の人ね、うん、まあいつもだから違う、いつも100グラム食べる人だったらどれぐらい、このぐらいだったら、うん、まあ普通は60グラム、70グラムぐらい、うん、あんまり、うん、例えば100グラム入れたらすごい、だからその水分が結構あるから、ね、お腹すごいいっぱいになるんだよ、うん、これ少ない量でも。だからまあ、まあ、いつもエンゾは100ちょいとか食べてて、どれぐらい入れるの？このぐらい一人で食べる、まあそれだけ食べるだったら、うん、大体は70、80グラムぐらいね、うん、私は普段パスタは70グラムぐらい食べるけど、こういうの食べときは50グラムぐらいしか入れない。OK、はい、で、これでそうだね、多分アップンぐらいか。アップンぐらい、アップン、アップン、ちょっと火上げて、上げて、はい、入れます。じゃあ、待ちます。はい、待ってても、ホットミント、セッテ、セッテ、ホット、セッテ。たら、8分経った？うん、もういけるかな。うん、これやったら、もう全部ここで仕上げて、うん、チーズまで入れますね。よし、胡椒と粉チーズ入れてね、はい、これで、これで完成。大きいです。はい、はい、できました。こっち見るんだよ、カメラ見るんだよ、モニ見るんじゃなくて。はい、はい、できました。食べまーす、はい、ブロード、うるさい。はい、いただきます。うんうん、おいしいね、うまい、これな、うん、うん、最近すごいに余ってる、これなんか結構ちょっとツルツルしてるね、そう、これはツルツル、すごい滑らかでツルツルしてて、食べやすいというか、なんか優しい、すごい優しい。これね、イタリアで、よく、まあ、イタリア特にナポリで、うん、子供か、うん、おじさんか、うん、言ったらニアノのおかゆ、うん、そうだね、そうだね、ほんとおかゆとかっぽい、あったまるし、イタリアのおかゆ。だからさ、これ塩の量さちょっと減らしたらさ、うん、ちっちゃい子とかも食べれるよね。うん、もうお腹空いたから食べよう。じゃあみんなも寒くなってきたらこれから作ってみてね、うん、はい、じゃあ温める、温まる、温まる、はい、じゃあチャンネル登録いいね。ねー。ねー。チャオチャー。